張してます。こんばんは。元男の子で元高知高校野球部で元142キロピッチャーの青木かのんです。実はですね、私今とある草野球の試合に来てるんですね。何をするかというと、ドッキリをかけたいと思います。ドッキリのタイトルはこちら、ドン。もしもか弱そうな女性がピッチャーをやって突然剛速球を投げたら、相手のチームの選手はどんな反応をするかという企画をやってみたいと思います。今回撮影にご協力いただく草野球のチームがですね、相模パワードルフィンズさんというチームなんですけども、パワードルフィンズさんの方々には私が何者かっていうのは伝えてます。対戦相手のリスペクトさんは私が何者か全く知らない状況です。今回私は1イニング投げるんで、最初の1人目のバッターの時はふわふわとしたヘナチョコボール投げるんですけども、多分そういうヘナチョコボール投げたら対戦相手から、あーあの女の子頑張ってんなみたいな感じで言われると思うんですよ。でその反応を受け取った直後に剛速球をぶっ放すっていうのをやりたいと思います。では行ってみましょう。うわー緊張する。ちょっとユニフォームじゃなくてあえて女の子っぽい格好をして投げるんですよ。そうすることで、あーあの子はか弱いだなっていう印象を最初につけるんですよね。でその後にぶっ放すっていうことをやりたいと思います。今日よろしくお願いします。お邪魔します。入りました。久しぶりのグラウンド、こんな感じです。うわー、対戦相手はもうあのキャッチボールしてるんですけども、すごい。そしてなんとなんと、今回の対戦相手リスペクトさんはですね、めちゃめちゃ強いチームなんですよ。全国大会にも出場経験がある、現在町田市の一部リーグに所属されているということで、強豪チームリスペクトさんを果たして青木かのんは抑えることができるのか見ものです。今日よろしくお願いします。お邪魔します、青木と申します。お願いしますっていう感じで、ちょっとアウェーすぎてどうしようって泣きそうなんですけども、あ、今日よろしくお願いします、青木と申します。お邪魔します、よろしくお願いします。誰か一緒にやりませんか、キャッチボール。ちょっと肉団子さん、すいません、もしよろしければどなたキャッチボールしていただけたりしますか。いいですか。ナイスボール。いや楽しい、キャッチボール楽しい。肩の痛みと引き換えに楽しい。プロ巻いてろ。ありがとうございます。緊張してます。頑張ってください。どんな感じですか、ベンチの方。もう大体見てましたからね、みんな。まずは投球練習から始めます。最初は手の内を見せないようにゆっくりめに投げて、相手にああこの子はこんなもんかという感じの様子を見せています。ヘナチョコボールにベンチ側はにっこりです。おー、これは手加減しなきゃいけないんじゃないかって思われてるかもしれませんね。これもあれですよ、あのチャック半開きも油断させる手段の一つですからね。さあ始まりました。第1球目はまずは90キロぐらいのボールで様子見をします。おーっと、様子見するどころかデッドボール。2人目のバッター第1球、ストライクです。うわヒヤヒヤした。2球目投げた、ファーストゴロ。なんとか無事に2人目のバッターアウトを取ることができました。3人目のバッター第1球目投げた、おっとここで高安選手の鋭い牽制球、ツーアウト。素晴らしい送球です。差しですか、無理ですよ。ついにドッキリを。
バッターはいっぱいねえよ。バッター、いや超気持ちよかった。ちょっとバリアスでやっててよかったいや気持ちいいな。おめでとうございます。すごかったです。ありがとうございます。でちょっとそんなどんだけちょっと恥ずかしいんだでも試合を壊さなくてよかったです。本当にそれが一番の、まあね、はい、やっぱお邪魔してるのでちょっと最初はヒヤッとしましたけど、はい、ヒヤッとしました。まさかデッドボールを最初に当てちゃうのはちょっと本当に申し訳ないなっていう罪悪感で今大チャンスですよ。ワンアウト、ゴン、よし、いった、取った、ランナーが走った、帰った、おー1点追加、先制です。今回私の出場を橋渡ししてくださったゆうたさんが帰ってきました。ナイスラン。おっと、やっぱりバッティングはダメなのか。ヘナチョコスイング、追い込まれた。申し訳ございません。ありがとうございました。なんと最終回にも投げさせていただけることに。第1球目ごめんなさい、足に力がすいません、焦げた、大丈夫です。持病のヘルニアによりすいません、ボークですかこれ。右足が麻痺しておりました。ちょっと足に力が入らなくなってきた。おー、ここで特大ファール。やはりスピードが落ちてきたのが原因なのでしょうか、それとも。やはり当てられてしまう。現在球速102キロ。果たしてラストボールは。おっと、ここで打たれてしまった。リスペクトさん、ナイスバッティングです。打たれた、やっぱそっか。試合は時間切れによりここで終了です。リスペクトさん、相模パワードルフィンズさん、ありがとうございました。ありがとうございました。あ、エンジン、これだ、ね、はい、やめろよ、お前。すごいいいボールでした。本当ですか。いいスピン効いてて、もう力があって押された感じになりました。球筋も安定していて、すごいコントロールも良かったね。取りやすかったです。はい、ということで今ですね、帰り自宅がバタバタしてたんで車の中からのエンディング動画なんですけども、初めてああいった形でもうガチ草野球、もう草野球っていうのが失礼なレベルぐらい、全国出場レベルのチームの試合だったんで本当にいい体験できました。あの三振取れたのはいいんですけども、その後もう体力不足で足がガクガクでこけちゃったりとか、まあいろいろやらかしたんですけども、相手チームの全国レベルの4番のバッターを見逃し三振に取れたっていうのはすごい大きな自信になれたので、本当にこういう素敵な貴重な体験をさせてくださったチームの皆様、そして相手のチームの方々、本当にありがとうございました。何かまた機会ありましたらこういった企画もやりたいと思いますので、ぜひ期待していただける方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント、 TikTok もありますので、そちらも画面の下からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。